超極音速兵器時代の到来で各国開発が進む中、ロシアがまた発射実験に成功している。第5世代に位置づけるスホイ57の配備も始まった。スホイ57からの極超音速兵器の発射実験も始まった。ロシアもまた開発をものすごいスピード感を持って進めている。ではこの極超音速発射実験について詳しく見ていきますね。ロシアも最近注目度が下がっていますが、密かに開発しているんですね。中国の動きも合わせて見ていきます。それにしても中国の開発スピードだけは桁外れかな。2020年6月にそれまで日本での導入が進められていた陸上配備型ミサイル防衛システムイージス・アショアは、発射後のブースター落下地点の制御が困難として計画の中断が決定された。2020年末にはこのイージス・アショアに代わる対応策として新型のミサイル防衛専用のイージス艦を建造する方向で話が進んでいるが、対象となる敵国のミサイルは著しく進化している。そもそも日本がミサイル防衛の必要性に迫られた最大の原因である、北朝鮮からして2019年以降に試射された KN-23 型弾道弾は、高ステルス性や終末段階や低空での軌道変化などを実現させたと見られている。これはロシアが保有する同様の特性を持つとされる短距離弾道弾イスカンデルに近い兵器だと推察され、従来の日本が持つミサイル防衛システムでは迎撃することは非常に困難だと考えられる。まだ幸いなことに北朝鮮の KN-23 型弾道弾やロシアのイスカンデルも日本を射程距離下に収めるまでには至っていないようだが、そうした部分の改良は日進月歩で進み、いずれその日はやってくるだろう。近年は中国の方が日本にとっての脅威の度合いは高いと見られてはいるものの、ロシアは極超音速速兵器と呼ばれている音速の8倍の飛翔速度を持つというツィルコンを実用化しつつある。ロシアの極超音速速兵器ツィルコンはまず2020年11月に海軍のフリゲート艦からの発射テストを成功させており、およそ450km 先の距離への対艦攻撃能力を持つことが確認された。この翌月の12月には今度は同じく海上のフリゲート艦からおよそ 350km 先の距離への地上目標への命中を成功させ、これによって対地攻撃能力をも獲得しており、実戦配備が近いことが予想される。極超音速速兵器ツィルコンはフリゲート艦の垂直発射装置 VLS からの運用でのテストに成功した状態だが、いずれは潜水艦からの運用も視野に入れているとされ、秘匿性も備わる恐れがある。現在極超音速速兵器は本体に推進装置を備えた巡航ミサイル型と、弾頭部分を落下のエネルギーでグライダーのように飛翔させる滑空型の2種類があるが、ツィルコンは前者でスクラムジェット推進だ。
ロシア自体は、既存の防空網では、ツィルコンの迎撃は難しいと、主張しており、実際を軌道を変化させながら飛翔するこの兵器を、無効化するのは容易ではないことが想像できる。しかし、興味深いのは、ロシアは一方では自国の最新型の地対空ミサイル S-500 であれば、ツィルコンの迎撃をも可能だと豪語していることで、盾と矛の両方を手にしたと言いたいらしい。ツィルコンは、その超音速を実現するために、スクラムジェット推進方式を採用しているが、ロシアのプーチン大統領のコメントなどでは、マッハ9とも言われており、最高速度が実際にそうなのかは不明だ。アメリカ軍の試算上からは、マッハ8程度が限界だと指摘する声もあるようで定かではないが、仮にマッハ8で上空30キロ前後の高度で約450キロメートル飛翔したことは、速度を落とせば射程距離が伸びると考えれる。試算によれば、飛行高度が同様でマッハ6まで速度を抑えれば、射程距離は約 1.5 倍ほどの 675km に達することが理論上可能であり、マッハ8最高速度説を取るならば、それが最大射程のようだ。さらに速度を落とせば、射程距離もそれに比例して伸びるとも予想できるのだが、それ以上飛翔速度を落とすのであれば、スクラムジェット推進を導入した意味をなさなくなることから、その可能性は低い。実は、1987年、当時の旧ソ連とアメリカとは、IMF、中距離核戦力全廃条約を締結して、軍縮の枠組みを作り、射程が500から500km までの、地上発射方式の弾道ミサイル及び巡航ミサイル開発を禁じてきた。IMF 中距離核戦力全廃条約は、表記された核兵器に止まらず通常兵器も対象としていたため、両国は表面上はこの制約にのっとり、長年続いた。冷戦状態から一転、一様の軍縮の時代を迎えることになったのだ。結局、IMF 中距離核戦力全廃条約は、アメリカ側が2019年に破棄を決め、同年に執行することになったが、アメリカの言い分は同条約で、禁止されている巡航ミサイルをロシアが開発しているというものだった。これが事実かどうかは定かではないのだが、ここで重要なのは、この条約の制限を受けていない中国が、アメリカと旧ソ連、現ロシアの隙をつく形で、この分野の兵器を開発した点にある。これこそが、中国が日本にも多数を向けて配備している。ディフェンダー -17 ミサイルであり、その最大射程は、約600から2400キロメートルにも達し、弾頭部分には滑空型の極超音速兵器を搭載可能である。